モカ太郎の動画。さてと、ミニフィギュア、ヒントって書いてある。なんだろう。ラビット、スティーブ、村人。スケルトン？ん？スケルトンって顔かぼちゃじゃなかった気がする。あれ？スケルトンって顔かぼちゃだったっけな。あれ？スケルトンって、あれ？うん。まあ、こんな感じで。こう中に何が入ってるかわかんなくなってるのかな。あわわわわわわわ。この箱には12種類のうち1種類が入ってます。あ、ってことは全部で12種類ですね。そっか、じゃあ開けていきましょう。テープ開けづらいな。テープ開けづらいな。あー、こんなになっちゃった。あー、なんかすごいことになっちゃった。すごいことになっちゃったけど、まあいいか。よしとしよう。あ、こんな袋に入ってるんだ。じゃあ開けていきましょう。これはドアからゾンビが襲ってきてるやつですね。これですね。これ。結構作りがしっかりしてますね。こんな感じですね。ドアは外せないみたいですね。はい。それでは次行きましょう。これ色違うんだよな。ああ、これはネザーラックシリーズっていうんだ。種類が違うんですね。へえ、これも全部で12種類ですね。これも全部で12種類。あー、これ欲しいな。これ当たったらいいな。それでは開けていきましょう。あぶ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 。これはなんだ。これはなんだ。ちょっと箱を見よう。スケルトンホース、これですね。ネザーにスケルトンホースなんていたっけ。私はまだお会いしてないですね。ネザーにはいるということですね。スケルトンホース。はい、じゃあ、チビゾンビの、こんな感じで置いとこう。はい、続きまして、またネザーラックシリーズ。では、開けていきましょう。あ、これは、これ、キノコシチューが取れる牛ですよね。これ、キノコシチューが取れる牛だ。はい、こちらになりますね。かわいい、かわいい。これかわいいな。キノコついてるちゃんと。じゃあこのキノコシチューの牛は、スケルトンホースとお友達にさせときましょう。こんな感じでね。もうちょっとここら辺。こんな感じがいいかな。こんな感じがいいかな。こんな感じかな。こういう感じだね。こう、井戸端会議してる感じだね。はい、それでは最後。こちらですね。これは何シリーズなんだろう。これ何シリーズなんだろうな。何にも書いてないんだよな。あ、何にもないよ。何にもないです。はい、それでは開けていきましょう。あ、おっきい。なんだろうこれ。あー、クリーパーだ。やったー。これかわいい。これかわいいですね。これですね。かわいい。はい。クリーパーが出ましたね。こんな感じ。外せないのかな、これ。外すことはできないですね。これ外せる？外せないね。はい。じゃ、こんな感じかな。こんな感じですね。もうまだちょっと寂しいな。ちょっと寂しいな。じゃあ、置いてあったこれ、組み立てましょう。これパズルだよね。これどうやってやるんだろう。胴体これか。胴体がこれ。こうかな。こう。ん？なんか違うな。なんか違うな。首どれだろう。首これかな。こうかな。あ、これ多分腕だな。これも腕ですね、きっと。で、今度足かな、これ。こういう感じだよね。こういう感じ。こういう感じだよね。で、こういう
すごい卑猥な感じだね。こういう感じですね。今度手かな。手をここに、よいしょ。あー、形になってきた。形になってきましたね。で、こういう感じかな。これなんだろう。これなんだろう。これじゃあちょっとここに置いときましょう。ここに。これどこの部分？こうかな。いや、なんか意味がわからない。意味がわからない人。なんかテレビで見た感じとはちょっと違うな。これマントだよね。マントだから顔の後ろにつけるんだよね。こういう感じで。こういう感じかな。こういう感じ。こういう感じかな。これ何誰これ、やっぱりこれが必要なんだよね。これがこうなってこうだ。ここにこれをこうだね。でここにこれをこうだ。よし、こういうことだね。こういうことだ。こういう感じ、こういう感じですね。あ、これ見たことある。これだ。こういうことだね。で、これもここら辺に置いて、はい、出来上がりです。それではまた。